次やる曲は、セッションっていう映画知っていますか？ドラムをやっている人が主人公で、なんか鬼教師がいて、いろいろなんか二人で出来事が起こるんですけど、その映画で使われていた曲のキャラバンを演奏したいと思います。じゃあ聴いてください。とても緊張しすぎてちょっと間違ってしまったんですけど、ちょっと次は間違えないように気をつけます。次はまたオリジナル曲です。愛犬のお散歩っていう曲なんですけど、
やっぱ愛犬がお散歩してるのをイメージした曲です。では聴いてください。ありがとうございました。オリジナル曲のお散歩でした。